こんにちは、谷口幸太郎です。本日はホッチキスを使って、この100均のホッチキスを使って、えー、車を修理する動画を撮ろうと思います。で、何を修理するかと言いますと、屋根ですね。まあ、あの、初期型ミニクーパー乗ってたことある人だったら、ああ、それかって感じ。まあ、長く乗ってた人ならわかると思うんですが、まあ、あるあるですね。あの、天井が、 なんか劣化してましててま外車あるあるなのかもしれないですけどなんか日本の気候と多分合ってなくてあの天井の裏のスポンジがなんか劣化が早いみたいでその剥がれてきちゃうっていう現象が起きますなんかもう絶対起きるみたいですねでうちの車ももう買った時から少し起きててで買った時からホッチキスであの剥がれたところが打ち付けてあるというかそういう感じで補修された状態で買ってます まあこれはあのあるあるだっていうのは知ってたのであの別にそういうもんだって感じで思ってたんですがこれが最近もうひどくなってきてその補修してないところも剥がれてきちゃっててで最悪なのがこのドアの上のところがもう縁の方まで剥がれててここから風が吹き込んでもう一気に悪化したんですよねもう上の屋根がほとんど ほとんどではないですけど、私のちょうど頭上がほとんど剥がれてるような感じで、天井がすごい低くなってるんですよ。それであまりに使いづらくなってきたので、えー、ホチキスで直そうと思います。で、一回このホチキスで直したことはあって、あのー、何でしょうね、ドライブレコーダーつけたときに配線通したところから,がから剥がれてきて、なので、あのー、運転席の前のフロントガラスの真上がペローンって感じで、 あのー、どんどん剥がれてくるような感じになって。で、視界があの、狭くなっちゃうので、あの、そこだけは先に直していて、もうだいぶ前に直してたんですが、その時にこれ使ってたので、まあ使えるのはもう分かってます。で、一応あの、文房具屋さんでもっといいホッチキスあるかなと思っていろいろ見たんですが、結果的に100均の方が一番良かったと。<laughs> なぜかというと、まあ、あの、もっと探せばあるのかもしれないですけど、このちっちゃいホッチキスで、こういうふうに、 開くやつが、まあ、使いやすいですね。天井を直すのに。ということで、あの、ミニ、初期型ミニクーパーの天井を直すの考えている人、まあ、ホチキスで、ホチキス打ち込む以外にもいろいろ待ち針使うとかあるみたいなんで、まあ、あの、ホチキス使って直そうと思ってる人には、一応、あの、参考に、あの、百均のホチキス意外と使いやすいっていう。 感じですで針はなんかいいやつに変えてますまあいいやつっていうか文房具屋に売ってたやつに変えてますだからあの打ち込んだ針はあの100均のものではないのでまあいいかなということで、えー、紹介ですで打、えー、っていく作業はちょっと撮影しながらでは無理なのでまああのこれから直す用動画で <laughs> 直ったう動画後でまた撮ると思いますでは、えー、以上です じゃあ、直します。バイバイ。